シカゴマーカンタイル取引所は、アメリカが収穫シカゴにあるデリバティブ取引所である。金融商品もコモディティも扱う総合取引所である。なお、マーカンタイルエクスチェンジは、商品取引という意味の語であるが、シカゴ商品取引所との区別の必要性などから、習慣的に表題のような訳語となっている。シカゴ商業取引所とも訳される。1898年に、シカゴバター、 卵取引所として、シカゴ商品取引所から独立し、1919年に、シカゴマーカンタイル取引所に改祖した。1970年代に、レオ・メラメドによって、大胆な改革が行われ、先物取引をはじめとしたデリバティブ商品の上場に、積極的に取り組み、現在ではその取引量は、世界最大規模である。日経平均先物も,も1日23時間。 取り扱っており、日本国内の投資家の注目も高い。2021年から日本の電力も扱っている。もともとは非営利の民間組織であったが、2000年11月に株式会社化され、2002年12月に株式公開。2007年7月にシカゴマーカンタイル取引所によるシカゴ商品取引所の買収が決まり、CME グループインクの子会社となった。 2008年8月18日には、ニューヨークマーカンタイル取引所との経営統合が、株主総会で承認可決され、同取引所は CME グループインクの参加となった。同時にニューヨークマーカンタイル取引所参加のニューヨーク商品取引所も CME グループ参加となった。以下のものの先物取引及びオプション取引を扱っている。ッコ内は、 CME グループ内の取引署名。取引時間は例外もあるが、東部標準時の日曜日、金曜日の18時、17時が、基本、毎日1時間の中断がある。日本標準時では、家時間は月曜日7時土曜日6時、当時間は月曜日8時土曜日7時、祝日は取引時間が短くなる。中断時間は、 ニューヨーク証券取引所やナスダックの取引時間の最中である。金曜日の取引終了時刻17時は、ニューヨーク証券取引所及びナスダックの取引終了時刻20時よりも早い。国際通貨先物市場に上場されている通貨の縦玉の残高。CFTC は毎週火曜日の取引終了後の縦玉数を集計して、 金曜日午後3時30分にホームページで公表する。その中のシカゴスジポジションと呼ばれる、陶器スジの縦玉の変化が注目される。ありがとうございます。